高滝最高やったね。おはようございます、釣り子 TV です。何年ぶりか高滝ダムにやってきましたね。2月の高滝ダムといえば、いい日に当たると春バクがあるなんてね、伝説がありますんで、そんなのも期待してね、やっていきたいと思います。今日はね、三寒四温のあったかいのの最後ぐらいになると思います。夕方までね、チャンスがないかいろいろ打ってみますよ。じゃあ行ってみます。いやー、まだね、2月なんで、ほんと湖はほぼ貸し切りといった感じでね。風がさーっと向こう側にぶつかるような、そんな風向きですよ。南西だとね、ほんと三角波が立つぐらい結構荒れちゃうっていうことなんですけども、まあ今日気温はね、昨日ほどは上がらないけど、でもそこまで寒くないっていうことで、朝のね、車の温度計も10度を超えていたんで、タイミングに何かいい釣りができればね、一つハマったりするんじゃないかなっていうことで、まあでも何にしろもう本当動画作り始めてからは初めてぐらいですかね。結構ね、 YouTube 始める前はちょいちょい来たりしてたんですけども、最近は全然三島とかね、とずらっぱら、もちろん亀山とかばっかり行ってたんで、高滝湖っていうと本当に久しぶりなイメージなんで、まあちょっと薪の釣りではめられるのか、はたまた、ワームでファイトするようなところに魚が入ってきてくれるのか、ちょっとね、楽しみのスタートとなってます。今日はね、こんな感じで、巻物のせ上司っていうことで、レジットデザインのワイルドサイドのね、グラスのスピニングね、これに、スピニングタックルでこう小さめのミノをね、投げてっていう感じでやってみたいと思いますよ。まあルアーは山盛り持ってきたんですけど、何がいいのかな。春っぽくどうでしょう、ビーフリーズの小さいやつ、これね、やってみようかな。シャットとかの方がいいのかな。よし、
乗してきました。ここまで来ない方がいいと思う。なんかおります？結構その辺に上がってくる。ワカサギも今一部上がってて。はい。だいたいこう通り道から上がってくるんです。浅い方で待ってて投げつけるだけです。さすがに今日、まあ、でもあったかいですね。あったかいですね。だからちょっといますよ。なんか予報だと今日から寒くなるからあんまりかなと思ったんですけど、明日ですよね予報だと。それはそれですね。でもこっちで当てた方がなんか出し抜いた感がない。出し抜いた感常時出し抜きたいだけど、もう俺は出し抜いても朝二度寝に入ってました出し抜き方が今送っときました、ね、ありがとうございます。嫌がらせ写メこれ土曜日の朝です。4時に起きて1時間半準備して、はい、よしもう一眠りするかと思って携帯振ってみたらやばいやばいやばい。安倍ちゃんと高崎に行く、はい、もうなんか身内がみんな行くって言ってたんでちょっとこかぶりすぎるかなって。え、高崎っすかこれ始まる誰も何も言ってないから高崎にしようみたいな。でも今のうち見とくとね、この後上がってきた時楽しいです、はい、朝知ってる人が下の川上がってすぐの右の岩盤でジャックベイトで釣れたって言ってました。あ、釣り子さんちの、あのジャックベイト会を見てジャックベイト買ってきましたって言って高滝に来るっていうちょっといい感じの人がいました2人いたからアルミの人じゃなくてじゃない人です。あ、茶色い人、茶色い人、茶色っぽい人、ね、あ、じゃあすれ違ったかな。この人朝釣れたみたいですよ、ジャックベイト岩盤で。タコネバリこういうとこでやんだったら何も積んどけばいいのか。俺は割とあれですね、シャットが好きです。で早くリアクションでガッてこう、そんなに早くないですね、普通に巻いてます割と。あのハイカットとあとはあれシャッティング X、 はい、あれも高滝よく釣れる。あ、結構いろいろ持ってはきたんですけど今教えてもらったのは一切持ってきてないです。あ、そう、多分ね、ボート屋さん出たの加工あるじゃないですか、はい、古式の加工、あそこは魚多いです、はい、こんだけいろいろ持ってきたのに、その言われたのが一個も入ってない。ベンジ合うかな。結構深いんですよね。ソウルシャットも釣れるんじゃないですか。はい、あとはあのなんか ディーブローシャットとかこんなんとか、こんなんとか。シャッティング X がいないってこと、小森さんに怒られるんじゃないですか。じゃあ、シャッティング X 貸しておきます。いいです。なくしたら死んじゃう。あ、俺いっぱいあるね。はい。シャッティング X のね、カットとベビーシャットはすごいいっぱい持ってるんです。なんとなく知ってます。大好きな。え、でもそんなレンジ合わせというか、重要なんですね。シャットはそうですね、うん。寄ってきて食ってくれる魚、ジャックベイトでしばくじゃないですか。はい。でシャットは浮かないときに魚に近づけて使うもんなんで、はい、弱いシャットを魚の近くで使うのか、はい、弱いシャットを魚の近くで使う。強いのに寄ってくるんだったらジャックベイトでいいじゃないですか。はい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 、バルナとかギャンギャンでじゃなくて寄せてく場合は静かめに動くやつが、俺はやつを丁寧に。金と銀どっちがいいですか。やっぱ金なんですか。なんだったら金色じゃないですか。じゃあ銀で本庫でやるなら金ですけど、はい、でも皮もあんまりタコネバリしない方がいいかもしれない。まだそこまで入ってないです、はい、ありがとうございます、はい、お借りします。去年高滝の初フィッシュは俺それですね。ちょうど今ぐらいの時期に、すごい今ハリピンしたのがこれバーブ潰してあるやつですね、はい、じゃあ使ってるやつ、いけてます。絶対なくせないやつじゃないですかこれ。
それ好きなんで2個3個持った。危ない危ない危ない。よしで今日は2ポンドがないんで俺はこういう、あ俺松本さんに散々8本寄りって聞いたのに4本寄り買いました。強度は4本の方がいいですよ。あ、よかった。強度はで、これ後輩にしたり顔でいや8本はって松本さんに聞いたの全部同じように喋ったら、はい、田中さんこれ4本って書いてあります。黄色いやつだってもう絶対マスのやつですよね。 X4 って書いてあって、はい、4本絶対。あれこれあれっつって通りで高いって言ってたのになんか買いやすい値段だなと。白か迷彩しかないんですよね。そう、黄色い時点で4本です。4本ですね。 X4 って書いてありましたで書いてググったらあちゃんと X8 あったの。あります。で番手が2番手03か02しかないんですよね。そうですね、X4 だったら04、あ、そうじゃん、ソルトウォーターフィネスってやつだったら04まで。へー、慣れてみます。めちゃんこ飛びます。いやー、8本になる。これはまずい。なんかライズ、あーすごい、危ない危ない、これ危ない。ちょい投げで対岸は行くんで、これ危ない。危ない、ライズだよ、ね、急げっつって、無理だ無理だ。あれそうだよね。え、本当だ。なんだろう、今投げたやつも来て。うわ、これ2ポンドですか。66の2ポンドクラス。危ないですね。もろもろ危ないですね。どこまで戻ってますね。これだとビローラの脳進化アイジがめちゃんこ飛ぶんで。いや気持ちいいな。なんかここは平和です。はい、本校はダメダメだでも普通に釣るなら多分古式の狩り、はいはいはい、古式をうろうろするのが、はい、今日はいいと思います、はい、いますからね、うん、今シーズン俺高滝初バス釣りしてるんですよ、はいはいはい、と年末から来てたけど全部ワカサギできてあの辺だけですもんね、ワカサギのが。今やっと上がってきたから途中ちゃんと魚探あれば見てきたかったんですけど、今日はお互いに魚探持ってくると思ってる、はい、結果農魚探になるっていうやつこの時期に高滝で魚探ないっていう結構あの死亡っていうかけてってワカサギがモリッと映ったらそこら辺でちゃんとこういう食わせのお釣りも入れて、入れたいなと。あとは風吹いてる方で風下でひたすら巻いてたんです朝。はい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 、はい、何もなくて、うん、ね、地にカイツブリいますホワイトバード作戦とか、まあ、結局カイツブリもボート屋さんの前に一番いるんですあの辺りでダウンショットとかセコ釣りしっかりやったら釣れるもんですか。絶対釣れると思います。あ、そうなんですね。でも川があるのって言うてももうちょいなんですよ。今先陣が入ってきてるんですけど、はい、絶対まだ本庫の方が多いと思う。もう一雨、ワカサギ見たって言ったじゃないですか、はい、ワカサギ本気で上がると絨毯みたいに見るんですよ。うん、でもバスも30本とか見るんで、はい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 、はい、だいぶ早いです。うん、ちょっと下ってみます。はい、釣れたら電話します。はい、じゃあ俺ここでここ帰着間際までここにいます。マジっすか。いや、いないですはい、ここで温まってますとりあえず温まっときます。
いや、今やっと釣り返しましたけど、特に鯉しか見えないです。と思って呼びに来ました。ああ、すいません。失礼しました。シャッディング X のツルチューン半端ねえと思って、なんか、一切横にぶれないと思って、さすがプロの使うシャッディング X と思って、クリクリやってました。前の船の釣り竿だけで相当な額がかかってますね、これ。全部ホワイトウルフ。全部ホワイトウルフ。やばいやばいやばい。逆に俺が全部ホワイトウルフじゃなかったら変な話。いや、これでも。もしもーし、どこ、ボート屋さんの方ですか。今ちょうど川下って箕面人気ポイントまで着いたんですけど、そっち走っちゃった方がいいっすかね。あ、行きます。はい、ちょっと行きます。その後詰めました。ラーメン屋さんは屋台が出てるって聞いて、はい、ラーメン出る。とりあえず段入れとくかって言って、そしたらなんかとんでもないボイルが戻ってきたら、ボイルが始まってくる。匂いがとすごいんだな。皮も上がってきますしね。どうしようかなと思ったんですけど、バッテリーもどんぐらいあるのかわかんないし、とりあえず戻っとこうと思って、あそこに頭入れちゃう、さっき言ってもないから。で、待ってるともうワンチャン、ツーチャンぐらい。すげえ濡れました。
ちょうど終了のタイミングで釣れましたよ。終わりのチャイム。いやーラッキー、いいサイズ。いやー今日これ1匹だけです。終わりのチャイムと同時にヒットして、いやいや今ここ今チャイム鳴ってる時にルアー巻いてたらゴッ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 ゴってきて、タカタキ最高。やったね。結構ブリブリの餌食ってるやつですよね。うん。いや最後今チャイム鳴ったーと思ったらブザービーターいただきました。やったー。タックルはこういう感じでね、グラスのタックルでございます。はい、じゃあこれ逃がして帰りたいと思います。イエーイ。よいしょ。はい、口閉じで、45ってとこですかね。いやめちゃめちゃいいわっすね。4号いただきました。4号だとそれ3割俺の取り分になるんで。そうですね、もう全部あボイルしてるようから始まって、なんかとりあえずここに船突っ込んでやってくれから、ありがとうございます。じゃあこれ釣った後もまだずっとボイルしてますから、ね、あっちボイルしてない、田中さんがあっちでもボイルしてるって言ったら多分いたけど、ボイルしてないって言われてなんか俺譲っちゃうじゃん。あーすいません。2発だけあったんですけど、こっち譲ってもらってからはおいかわがたし、すんげー感じ。それ食ってんの、これ食ってんすか。わあこれはライフ1日食べないと。これがベイトフィッシュみたいです。これを大量食いしてるみたいですよ。俺とワベちゃん夢いっぱい瓶で死んだね。そうです。あと配瓶はね、お互いがお互いで魚炭を用意してるって思って、魚炭を持ってないって。ワカサギを追いかけなきゃいけないタイミングで、ただの上流地質調査みたいな。生態調査、生態系調査、上にもいたってこと、次頑張る。いやでもバルナです、バルナ満点で3本釣ってる人素敵だな。かっこいいっす ねフルサイズの。YouTube 見てミノを買ってきましたって言ってたもん。撮ってる人は1匹で、撮られた人は0匹なのに。あの人すごいなぁ、ワンテンフィッシュかっこいいなぁ。ありがとうございました。お疲れ様です。この人が撮ってる人ですよ。何チャンネルですか。釣り子っていう、ありがとうございます。
今日いっぱい釣られたっていうことで羨ましいっす。ワンテンオリジナルサイズ。そうですね。三島、あ、豊房。豊房ですね。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、というわけで帰ってきました、2月のですね、高滝ダムをやってみようということでですね、行ってきたんですけども、最後に釣れたタックルはね、こんな感じのタックルなんですね。シマノのコンプレックス、CI4 にこれね、レジットデザインのワイルドサイドのですね、グラススピニングですね。なかなかとんがった仕様のスピニングロッドなんですけども、これがね、今回ちょっと使ってみたいなと思って、まあ、春先の繊細なバイトを絡め取って、で、まあ、細軸の針なんかを使ってね、そういうのを曲げることなく、ね、船まで上げるっていう、そんな時にね、使いたいなと思ってですね、この久しぶりに、ワイルドサイドのスピニングモデル、番手はね、ちょっと逆側ですけども WSS の G62L っていうことで 6.2 フィートでですね、それでもって 3.5 グラムから11グラムまで投げやすいよっていうね、こういう感じのねスピニングロッドなんですけども、こんな感じで細い PE ラインを合わせて、それでこれリーダー4ポンドで組んでるんですけども、小さめのミノをバヒューンって遠くに飛ばしてね、それでもってポンとね乗ったやつをしっかりとね、最後までファイトして船に上げるっていうね、こういう組み合わせでやっております。竿はねこれ全部グラスでできている竿なんで、まあ最近のね最新鋭のカーボンの軽いようなんていう竿に比べると、多少持ち重り感はあるかもしれないんですけども、動画の方でもね出てたと思うんですけどね、ほんとねグイーンってね曲がって、それでもってなかなかねかけた魚をばらさないね、もうほんと2月とかね貴重な1匹になったりすることがあるんで、そんな時にね大活躍してくれるっていうね、そんなスピニングの、タックルでやっております。そして、ルアーの方ですね、はい、こんな感じのね、ボックスに、使うかもしれないなーなんていうミノを詰め込んでね、持っていってみたんですけども、はい、開けていくとこういろいろ入っておりますが、今回はこれですね。はい、ジャッカルのね、スクワレルっていうね、ルアーなんですけども、本当にねなんか春先の、まあ、亀山ダムとかにしてもね困ったなーなんていう時に結構釣れてくれちゃうのがねこのジャッカルのスクワレルなんですね。こんな感じの、カラーで、サスペンドモデルだよなんていう風に書いてありますけども、結構ねこれ針はね細軸のものに変えてるんですけども、こんなね繊細な針、それで45センチ近いね餌食ってるブリバリの個体が食っても、なんだろう、今回はスピニングのしなやかさを利用して、なんとかね針が伸びたりすることなくね、船まで上げることができたなっていうね、こういう感じのルアーね、ほんとね松本さんなんかだとハイカットであるとか、あとはメガバスのシャッティング X とか、そういったのがねレンジ的に合うよっていう風に教えてもらったんですけども、今回ねそれで最後桟橋のそばでねボイルが始まって、そういうのからこういうのから、はたまたショートビルのやつからねいろいろ試してみたんですけども、あとねビローラの愛字引きとかね、なかなかね釣れなくて、それで、あ、そういえば昔こういう時にと思ってこのねスクワレルに付け替えて、それでもって超早巻きですね。このねスクワレルのね特徴はね、その後のソウルシャットとかでもね、感じるんですけども、本当にねなんていうか早巻きでも動きが破綻しないでババ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 ってね、しっかり泳ぎ切ってくれるっていうね、そういうなんかバランスの良さというか、そういうのがあるので、とにかくねこれをつけて投げて、まあ
ハイギアのスピニングリールなんですけども、限界早巻きっていう感じで、タタタタタタタってね、ゴリ巻きしてみたら、ようやくね、ゴン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 って食ってくれてっていうことで、まあそんな感じで、あんなルアーからこんなルアーまで、いろいろね、準備していくとですね、こういう春先の釣りとかね、どれかが活躍してくれるっていうことがあるんで、ぜひね、今回の場合はこのジャッカルのスクワレルのこのちょっとね、クリアっぽい感じのカラーね、なんか高滝ダムっぽいカラーでもありますよね。これが活躍してくれたよっていうことですね。それでまあ、実際の釣りの方なんですけども、先日作ったね、動画のお話なんかするのでね、ロデオクラフトの松本さんとね、電話でやり取りしていて、いや、ちょっとね、軽く行こうと思うんですよ、なんていうふうに話していたら、あ、実はね、俺もちょっと釣り行こうと思ってるんだ、なんていうふうに教えてくれて、で、高滝ダムね、久しぶりに最近行ってないから行ってみようかな、あ、じゃあ俺もね、行ってみます、なんて言ってね、出発した時間はね、松本さんては結構ね、朝からしっかりとチェックに入っていて、自分はね、二度寝したりなんだりしてね、結構ね、遅く着いたんですけども、したらね、もうほんと手取り足取りね、今魚はこんな状況ですよ、あんな状況ですよ、最後にはね、なんだろう、あそこボイルしてるポイントね、いや、田中さんここやってみてくださいよ、なんて言ってね、譲ってくれちゃったりして、それでもってね、まあせっかく、ね、こんなボイルも凝ってんだからっていう感じであれやこれやね、いろいろ、あともうほんとね、サオリールも含めていろんな持っていったタックル投入してみたところ、あ、このね、スクワレルが活躍してくれたよ。あとはね、先ほどご説明した、グラスの、スピニングね、これでなんだろう、繊細なバイトを絡め取ったよっていうね、そんな感じの動画になってますね。ほんとね、普段使っているカーボンのロッドとかだと、もしかしたらね、ちょっと取れなかったかもしれないなぁなんていうのを非常にファイトしてる最中もね、あー、この引っ張りだと普段だったらポンってね、外れるっていうところで外れないんですよね。グラスロッドのグイーンって曲がるね、特性が、活躍してくれて、なんとかね、丸坊主を逃れることができました。というわけでね、まあね、今年はこういう感じでもう本当、高滝から、豊草から、三島から、亀山から、あと今年は片倉と戸面っ原はまだ行ってないかな。そんな感じでね、いろいろな房総のダム湖ね、ぐるぐると、その旬な釣りに合わせてね、回っていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日の釣り行 TV はこちら、ジャッカルのですね、これスクワレルとこんな感じの、レジットデザインのワイルドサイドの、グラススピニングモデル、ここら辺が活躍して、坊主逃れしたよって、こういった動画でした。はい、釣り行 TV でした。また会おうぜ。